王者の機密ファイル。ドクター、どうか私を管理補佐に。どうしたんだアーミア。前回は制御中枢の基本機能を紹介したけど、それ以外にももう一つ大事な機能があるよ。みんなへ合理的に基地の仕事を配分するために、有能なオペレーターをここに配属し、管理補佐に任命することができるよ。ロドスの希望の光をこの苦難に満ちた大地にまんべんなく注ぐために、私は管理補佐になることを所望する。ドクター、ここに配属されればより効率的にドクターを補佐することができるし、ドクターに対する信頼度も上昇しやすいよ。え、私を管理補佐に任命したいんですか。わかりました、ドクターの力になれるように頑張ります。精進が足りないようだ。こんなところで精進しなくていいよ。